こんにちは、ヘメロカリス通信販売花坂 GE ネットです。今日は2019年6月25日です。今日もここ高崎ジャーマンアイリス園のヘメロカリス畑よりヘメロカリスの開花状況をお伝えします。はい、こちら園内の入り口ですね。そちらの花も咲き出しました。はい、先日つぼみだったこちらの花も咲いています。花は大きめですね。赤の花になります。はい、こちら先日咲いていた花ですが今日も咲いています。あとこちらのコニファーの脇に赤の花が咲き出しました。はい、ヘメロカリス畑の方もだいぶ彩りができてきました。まだ咲いていない花もありますが、いろいろな色が見れるようになってきました。はい、こちらはディクシーロースターですね。小さめの蛍光色の花になります。ちょっとフリルがある感じです。はい、こちらスカーレットオルビットですね。商品一覧にも出てる花です。赤い花ですね。こちらはチェリーアイパンプキンですね。先日も撮影しました。こちらは リトルチャンピオンですね。ちょっと小さめの赤の花です。はい、こちらがサンセットライトですね。ちょっと大きめのオレンジの明るい花になります。はい、こちらリトルパラダイスですね。南国風の色合いになっています。はい、こちらはレッドスターですね。その向こうが薄いオレンジの花になります。こちらはライトレッドサンという、はい、交配品種ですね。こんな感じです。こちらアットホームという交配品種です。こちらはこちらも交配品種です。はい、こちらオレンジ系も交配品種、ファジーオレンジという名前の交配品種です。こちらスイートナチュラルという交配品種ですね。ちょっと赤オレンジといった感じです。はい、こちら赤系の交配品種です。こちらも赤系の交配品種。こちらはアットホームですね。先ほどのアットホームです。はい、レッドトニックという交配品種です。オレンジ色系ですね。こちらは赤ですね。赤系の花になります。はい、こちらはちょっとレモンイエローの花が咲きました。イエローレースですね。イエローレースも交配品種ですが咲き出しました。はい、オールヒールドアップですね。大輪です。こちら強肩品種でよく増えます。オールヒールドアップです。オレンジに赤ですね。はい、こちらはラベンダーとダスクですかね。ラベンダーダスクです。ピンク色の花になります。フリルがついています。はい、これムーンリットカレスと言います。はい、蛍光色で黄色ですね。縁がギザギザになっていて縁も黄色です。こちらがブラックリーンですね。クリーム色に 赤黒ですね。赤紫の濃い色です。はい、クラシックロマンスですね。クラシックロマンスも咲き出しました。赤系の花になります。はい、こちらカナリアイエローといって呼んでいます。正式名称は分かりません。花は大輪です。はい、アミューションキャンディーですね。かわいい花になります。こちら交配品種ですね。交配品種の列でこちら濃い赤めの花になります。
ちょっと微妙系の色合いです。こちらも濃い赤ですね。はい、こちら赤系の花になります。フリルがついています。はい、ちょっとこれ微妙系の色合いです。はい、こちらはアミュージョンキャンディーに似たような感じですが交配品種です。こちらも交配品種。はい、こちら交配品種ですね。ラインが出ています。はい、こちらも交配品種です。ブラックリーンに、先ほどのブラックリーンに似ていますね。こんな感じです。はい、星型の花も咲いてきました。はい、鮮やかです。はい、先日から咲いているミニですね。はい、こちらも交配品種。はい、紫式部が咲き出しました。はい、紫の色ですね。ラインも入っています。はい、こちら八重咲き品種を交配してできたものですね。八重ほどはいかないですが、ちょっと花びらが多いです。はい、こちらは黄色のレースですね。はい、オレンジの、明るいオレンジの花が咲き出しました。こちらはチェリーアイパンプキンに似たような感じです。はい、オールフィールドアップかチェリーアイパンプキンからできたと思います。はい、こちら濃い赤ですね。こちらも濃い赤、交配品種です。はい、ピンク系ですね。ピンク系です。はい、濃い赤ですね。はい、こちらコーサーですね。黄色系の花になります。明るい黄色ですね。フリルがついています。はい、こちらはムーンリットカレスに似たような感じですね。蛍光色、黄色系です。はい、こちらは交配品種です。こちらも交配品種。はい、春名山麓の方でよく見られた明るい赤い花ですね。こちら交配品種が咲こうとしています。こちらも交配品種です。こちらは濃い赤ですね。濃い赤の花が咲いています。こちらも交配品種です。はい、かなり濃い感じです。はい、こちらが赤ですね。これがチェリーバーストですね。はい、こちらの花を使うと南国風の赤系の花ができます。はい、こちら八重咲きですね。八重咲き、薄オレンジというかピンクといいますか、そのような感じです。はい、ムーンリットカレスですね。はい、こちら交配品種です。交配品種です。はい、こちらも交配品種です。はい、こちらも交配品種ですね。こちらも交配品種です。こちらも交配品種ですね。こちらも交配品種。はい、こちらも交配品種です。こちらも交配品種。ちょっと追いつかない感じです。はい、じゃあ八重咲きでしょうか、交配品種で。これはクラスターマスターですね。八重咲き品種です。はい、こちら交配品種が花を咲かせています。はい、こちら赤系の交配品種。はい、枝咲き品種ですね。枝咲きです。花は小さめです。枝咲きに咲きます。こちら交配品種です。こちら交配品種。こちらピンク系も交配品種ですね。こちらも交配品種です。だいぶ咲き出しています。はい、こちらは商品一覧にも出てるリトルジプシーですね。はい、こちら交配品種ですね。こちらも交配品種です。はい、こちら交配品種です。このピンク系が交配品種。はい、こちらの花畑の3分の2は私の方で交配して作った花です。こちらはハーツオブファイヤーですね。濃い赤の花になります。こ
ちら交配品種ですね、ピンク系ですね。こちら交、あ、こちらは交配品種ではなくアンコンディショナブルラブという、はい、ピンク系の大輪です。はい、こちら交配品種です。こちらクリーム色系のちょっとピンクが入ってる花です。はい、こうダークな感じの黒の紫ですね。はい、ピンク系ですね。ダンスティングウィスピークですね。はい、ピンク色系の可愛い花です。はい、交配品種ですね。こちら交配品種、濃い赤の交配品種ですね。交配品種ですね。こちらも交配品種です。はい、ピンク系の良い花が咲いています。これも交配品種、これも交配品種ですね。交配品種です。はい、交配品種です。はい、ピンクレディという交配品種です。はい、こちらなかなかいい感じで咲いています。はい、ダーク系の赤ですね。黒赤といった感じです。こちらも交配品種です。交配品種です。はい、はい、こちら交配品種です。はい、ピンク色系ですね。この辺明るめの花が交配品種です。はい、南国風の赤の花ですね。こちらも南国風です。はい、黄色系ですね。はい、クラングホルス系ですね。はい、こんな感じです。はい、これからまだまだ咲いていないのもありますので、ちょっと時間のある時にもうちょっとゆっくりご紹介します。それでは失礼します。